どうも皆さん、午後派です。午後の午後です。今回はですね、アーマードコア6ファイヤーズオブルビコンを1周目クリアしましたので、クリアレビューをしていきたいと思います。アーマードコアシリーズとは、まずはアーマードコアシリーズについて簡単に説明しましょう。アーマードコアシリーズは1997年7月10日にフロムソフトウェアから発売されたアーマードコアを第一作としたロボットアクションゲームです。本作アーマードコア6ファイヤーズオブルビコンはシリーズ16作目のタイトルであり、過去作から約10年ぶりの新作となります。本シリーズは過去作から熱狂的なファンが存在しており、コアなタイトルではあるものの、新作を待ち望んでいた声は多く、突如として約10年ぶりに発売が決定された時は X（旧Twitter）にてトレンド入りをし、ゲーム界隈を大きく賑わせました。歴史の長いシリーズかつナンバリングタイトルということで、過去作プレイしないと楽しめないんじゃないのと危惧しているプレイヤーの皆様はどうか安心してください。本作は過去作との直接的なつながりはなく、全く新しい舞台設定となるため予備知識などは必要ございません。ぜひ気軽に手を取ってみてください。どっしりとした世界観。本作はルビコンという辺境の開発惑星にて、コーラルという新物質を下中に様々な組織が抗争を続けているというストーリー。プレイヤーは独立傭兵という立場となり、人型兵器 AC を用いてあらゆる組織や人物からの依頼をこなしていくことになります。本作の舞台である封鎖惑星ルビコン3は過去のとある出来事により荒廃しており、ディストピアのようなイメージを受けます。その中で生きていく惑星の人々やコーラルを求める組織など、様々な思惑が渦巻く暗い世界観となっています。ストーリーに関しては、そのほとんどがキャラクターとの会話やブリーフィングにて語られていくことになるため、少し説明不足だと感じるプレイヤーもいるかもしれませんが、逆に言うと簡潔にまとめられており、長い説明などもないため、ゲームプレイに集中でき退屈にならないのが良いところだと感じました。登場人物たちの顔なども一切登場せず、声とエンブレムや機体のみの登場となるため、情報の少なさもポイントが高いところでしょう。完璧で究極のロボットアクション。ロボットアクションゲームといっても様々なものがありますが、本作は機体や攻撃の重さをリアリティに表現しつつ、超高品質な高速ロボットアクションを実現しており、絶妙なバランスで表現されたハイスピードメカアクションは最高峰のロボットアクションゲームと言えるでしょう。またアクションゲームとしても一級品であり、一見操作が難しそうと感じる本作ですが、丁寧なチュートリアルが用意されており、どれも直感的な操作となっているので、多少アクションゲームに触れてきた人であれば操作はすぐに馴染んでくるはずです。こちらの攻撃手段は多岐にわたりますが、基本的には敵の攻撃を地上空中による立体的なアクションで回避し、射撃や近接攻撃にて敵のスタッガーを狙うという流れとなります。スタッガーとは敵が一時的にダウンする状態のことで、敵をスタッガー状態にするには攻撃を絶え間なく叩き込み、敵の ACS ゲージを最大まで貯める必要があります。このスタッガー要素が非常に面白く、ただ動き回って攻撃と回避をし続けるだけではなく、あとどれくらいでどの攻撃を当てれば相手がダウンするのか、ダウンさせたらどの武器で直撃を狙うのか、逆にこちらはどうすればダウンせずに戦えるかなど、いろいろなことを考えながら戦闘する必要があり、思考が�埋め尽くされ余裕のない戦闘を強いられます。というのも、戦闘時にプレイヤーが考えることは相手のヒットポイントを削ることだけではありません。上記のスタッガー要素に加え、AC は最大4つの武器を装備できるため、どの武器をどのタイミングで使用するのか、この武器はオーバーヒートしてるから次はどの行動をするのかなど、攻撃手段だけでも選択肢はかなり豊富です。また受け手についても様々なものがあり、ブースターによる左右上下立体的な動きによる回避に加え、クイックブーストという回避技や盾を装備した場合はジャストガードなどなど、通常のアクションゲームよりも様々な選択が求められ、全く飽きさせないアクション操作を楽しめます。ロボットゲームの醍醐味である機体のカスタマイズ、本作ではアセンブルと呼びますが、こちらも豊富であり、この要素がよりプレイヤーをアクション沼に浸からせることとなります。アセンブルは基本的にミッションでもらえるお金を用いてショップでパーツを購入するという流れになっています。アセンブルできる部分は計12個もあり、各部分に豊富な種類のパーツが存在するため、様々な特徴を持った自分だけの AC を組み立てることができます。特に AC の特徴を劇的に変化させるのが武器と脚部となります。ガトリングを両手に持たせて火力特化型にしたりなど、豊富な種類から自分好みの戦闘スタイルを自由に追求できます。また脚部には通常の2脚、跳躍力が上がる逆関節、ホバリングが可能な4脚、
鉄壁の防御を誇るタンクの4つのジャンルがあり、どの脚部を使用するかによって全く異なった戦闘スタイルになることも本作の重要なポイントの一つです。これらの豊富な要素により、次はこんな機体であのミッションに挑戦してみようなどのプレイする動機が生まれ、マイミッションワクワクした感情で挑戦することができます。またミッション中にやられた際にリトライ前にアセンブルを変更することも可能であるため、あのボスに勝てないから構成を変えてみようとアセンブルする楽しさをプレイヤーは必ず体験するというのも良いポイントでしょう。敵やミッションの相性に合わせて構成を変更したり、自分の好みを貫き通したり、構成によって変わる戦闘スタイルはまさしく完璧で究極のロボットアクションゲームと言えるでしょう。魅力的なボスたちに恋をする。さて、本作のアクション要素について触れてきましたが、実はこのゲームはかなりの数のボス戦が存在し、ボス戦こそこのゲームの最大の魅力と言えるでしょう。もちろん、殲滅ミッションやステルスミッション、探索ミッションなど、ミッションのジャンルも豊富で、プレイヤーを飽きさせませんが、本作を語る上で絶対に避けては通れないのが、このボス戦についてです。本作には、様々な魅力的なボスが多数登場します。巨大な戦闘ヘリやエリート AC、はたまた規格外の超大規模兵器なんかの相手をさせられることもあります。そんなボス戦は、それぞれ全く異なった特徴を持っており、プレイヤーの戦法やアクションが一辺倒にならないのがプレイヤーの心を常に燃え上がらせるポイントです。本当はあのボスがどうだとか、このボスはこうだとか語りたいところなんですけれども、本作のネタバレとなってしまうため、ここでは避けさせていただきます。ちなみに本作のボス戦の一部はかなり難易度が高いです。そこそこいろんなゲームを触っている午後の午後でも、攻略するのに3時間以上かかったボスも存在します。というのも、本作の開発元であるフロムソフトウェアは死にゲーで名高いソウルシリーズの開発元であり、フロムのアクションゲームは高難度のボス戦が有名です。またフロムのアクションゲームは序盤にまるで登竜門のような難敵が出現することが多いです。フロムの洗礼とも呼ばれていますが、その例に漏れず本作にも序盤からプレイヤーを苦しめる難敵が出現します。今回はネタバレを避けるため、チュートリアルの内容についてのみ語らせてもらいますが、このチュートリアルのボスが異様に強いとネットでは評判です。プレイヤーの戦闘スタイルによっては苦戦しないで勝てたプレイヤーもいると思いますが、 SNS ではこのボスで心が折れ本作を売ってしまったという声も見られました。実際に筆者がプレイした時は、これが噂に聞いていたフロムのボスかと難敵に心躍ったものですが、そもそもフロムソフトウェアのアクションゲームについてボス戦が難しいという事前知識がなければ心が折れてしまうプレイヤーがいるのも仕方のないことなのかもしれません。ただ攻略が詰まるほどの難易度の高いボス戦はごく少数で、大体のボス戦が何度かリトライすれば乗り越えられる程度の難易度に収まっているため、チュートリアルのボスで詰まったからといって絶望する必要はありません。そもそも本作はボスにやられ、ボスのためにアセンブルを変更し、ボスに勝つために挙動を観察し、だんだんとプレイヤーの動きが洗練されていき、ボスに対応できるようになっていくという、まさしくプレイヤーとボスとの恋物語であるからです。とはいえ、もちろん一部戦っていて面白くないと思うボス戦も本当にごく少数ですがありました。そんな時はアセンブルを変更したり、攻略を見てしまったり、一旦別のことをしてみるのも良いと思います。本作の印象はアセンブルの可能性とプレイヤー自身の可能性をどれだけ信じられるかによって評価が変わるだろうと感じました。個人的な総評。はい、というわけで、個人的な総評のお時間です。まあ個人的に本作はガチで買ってよかった神ゲーであると、まあ断言できるんですけれども、まあ、ただまだ1周目しかクリアしてないんですけれども、まあ、万人受けする作品ではないなとも、感じました。まあ、そもそもロボットっていうものが、まあ、女性よりかはまあ男性向けロボットアクション、ロボットが主体となったなんか荘園の匂いが漂う世界観みたいなのはやっぱ男性向けの作品になってると思いますし、まあ、立体的な動きをするその高速アクションっていうのも、まあ、好きになれるかどうかっていう部分もありますよね。あとは難易度の高いボス戦を楽しめるかというところなどなどですね。はい、まあプレイヤーの下に合うか、まあ分かれる作品なんじゃないかなと、感じました。まあ、ただゲームのボリュームについても大満足で、エンディングを迎えて1周目のエンディングを迎えてちょっと調べたんですけれども、最低3周はする必要があるみたいなんですね。で、まあ2周目3周目
まあ、やる必要があるみたいなので、ね、そういった要素もありますし、まあ、それ以外にもね、過去のミッションの評価 S を狙ったりとか、まあ、インターネット対戦で世界のプレイヤーとね、PVP してみたり、あとは隠しパーツを集めて、パーツを全部集めてみたりとかね、まあ、実績にもありますしね、Steam のトロフィーみたいなところに、各パーツを全て集めるとか、ミッションを全てクリアするとか、S にするとか、ありますからね。はい。まあ、もうとてもね、フルプライスで買っても後悔しない大満足なボリュームじゃないかなと思います。はい。で今回ね、僕は配信で、AC6、プレイしてクリアしたんですけれども、Steam Deck でですね、画面出力しながら配信していました。ただ、Steam Deck でやっても、まあ、画質はもちろん落ちるんですけれども、パソコンとか PS5 とかで遊ぶよりかは落ちるんですけれども、エラー落ちとかしなくて、なんならパソコンよりね、軽かった。うん、パソコンでプレイするより軽かったですね。で、まあ、たまにね、音が飛んじゃったりする時はあったんですけれども、まあ、本当に気になるのはそれぐらいで、なんならね、寝っ転びながら、どこでも、プレイすることができるので、Steam Deck で遊べば、まあ、かなりね、すごいなと思いました。この軽さというか、すごいなと。グラフィックも綺麗でね、高速アクションなのに、携帯ゲーム機で遊べるんだっていうところはね、さすが、フロムソフトウェアさんと思いましたね。はい。さあ、じゃあ僕もね、2週目のプレイに行きたいので、そろそろ動画はこの辺で終わりたいと思います。最後にね、アーマドカー6の購入を悩んでる人がいましたら、僕から伝えたいことがあります。気になったら、やってみましょう。やるべきですね。はい。一緒に脳を焼かれましょう。はい。というわけで、共にルビコンに気をつけに行きましょう。以上、午後の午後でした。また他の動画でお会いしましょう。おつごご。